の空を貫いて地球を打った雷槌は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロス、マクロス、惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。 Will love me tomorrow。 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星。マクロス、マクロス、マクロス。友軍艦隊合流ポイントです。ブリタイ艦か、どこの艦隊が合流するので？ボトル機関艦隊所属第109分岐艦隊第7空間機構師団だ。もしや、まさか、そんなカムジン・クラウシらの師団では。さすが記録参謀。いけません、あいつの戦歴をご存じないのですか。ん、モナ作戦では飲酒の上艦内で乱闘を起こし全員を死傷させ、さらにイスリス戦域においては敵師団を全滅させたものの友軍ニコ師団を壊滅状態に追い込んだあいつが何と呼ばれているか。味方殺しのカムジンか。友軍艦隊ウォールド危険すぎます。私は知りませんぞ。カムジン・クラウシライカ第7空間機構師団ただいま到着いたしました。ぶつかったのは4隻だ。賭けは俺の勝ちだぜ。酒の割り当てはこっちが運だ。やめろバカ、司令殿が聞いてるぞ。これはどうも。カムジン、肝に銘じておけ。軽はずみな真似は許さん。お前も6タームも待たされてやっと巡ってきた戦いのチャンスを棒に振る気はあるまい。で、我々に何をせよ。よろしい。第7惑星に空の基地がある。この基地に敵艦をおびき寄せ、基地周辺に重力機雷を仕掛けておき、敵艦の動きを封じてこれを生け捕るのだ。3時60度方向より敵機接近。先行、エディ弾20。イエスサー。スカル大隊、5時15度方向よりの敵を迎撃せよ。スカルリーダー、了解。今日のところは終わったようだな。全機戦闘を中止、帰還せよ。この3日間何度も攻撃するなんて敵もしつこいわね。
その度に地球のコースからどんどんそれちゃう。やあね。どうした？疲れたか？ええ、このところ毎日ですから。まあしばらくは攻撃してこんだろうから、町へ出てゆっくりしろよ。ブリッジよりお伝えします。先ほどの攻撃は敵戦闘機体120機によるもので、バルキリー第1、第4、第7戦隊が迎撃に当たり、これを全滅させました。我が方の戦闘機体の損害は軽微。マクロフ本艦の航行にも支障はありません。久しぶりね、元気？ミンメ、もう学校は終わったの？うん、さっきの空襲で休校になったの。ふーん。どうしたの？冴えない顔しちゃって。別に、だけど聞いたろ、今の放送。ええ、敵の戦闘機体を全滅させたんでしょ？あんなの嘘っぱちさ、半分だって落としてないし、味方だって随分やられちゃったよ。そうなの。でも仕方がないんじゃない？戦争なんだから、いじけてても始まらないわ。お茶でも飲みに行こう。おう。来週誕生日なのか。うん。観測データの自動通信のようですね。発信ポイントは火星のサラ基地です。確かサラ基地は閉鎖されているはずだ。隊員は帰還途中、全員反統合軍に攻撃され全滅したはずだが、誰か基地に残ったんでしょうか？まさか。サラ基地といえばかなりの大型基地、しかも補給物資はそのままになっているはず。艦の損傷は？ここに支障ありません。地球へ向かうコースからどれぐらいそれてしまったかな？はい、火星方向へ16度です。火星に向かっても大して回り道にもならないわけか。物資の補給には都合がいいな。進路変更、火星へ向かう。あの大きく赤い星が来週僕が行く火星なんだよ。それじゃあ、ダイバ少尉の火星行き決まったんですね。そうさ、ずっと申請してようやく認可されてね。今度のことでは君のお父さんにも随分と骨を折ってもらったんだ。いいえ、でもよかったですね。軍人のくせにどうも戦争ってのはね。観測基地ぐらいが性に合ってるよ。まあ。おっと、今のは君のお父さんには内緒だよ。もちろんです、誰にも言いません。でももう会えないんですね。火星なんかそのうち誰でも来れるようになるさ。そうだわ、私も軍人になって火星に行きます。早く来れるといいね。送らないでいいよ。早瀬君、偵察用キャッツアイを飛ばしてくれ。はい。基地および周辺に現在のところ異常なし。偵察用グナート、エラオよりカムジン隊長へ。偵察機がそちらに向かいました。
弾降下中。着地。着地しましたが、重力機械が有効範囲から外れています。慌てるな。そのうち敵が基地に近づく。そうすれば重力機雷の作動エリアに入る。それで二度と飛び立てなくなるはずだ。補給路を確保。バルキリー各隊は車両の護衛に当たれ。基地周辺異常なし。車両の護衛に当たります。物資搬入始まります。マクロスを基地に近づけよ。イエスサー。いいぞ、罠にはまり込んだ時が勝負だ。あの、私も基地へ向かわせていただきたいんですが。君が？なぜ活動を始めたのか調べたいんです。いや、もし残留者でもいたら。私がカバーしますわ、艦長。よろしい、許可しよう。敵艦重力機雷エリアに入りました。あと少しの辛抱。先輩、来週休みが欲しいんですけど。ああ、来週うちの部隊はみんな休みだ。え？部隊の連中が民名ちゃんから誕生日の招待状をもらってるからな。実は俺もそうなんだ。余計なおしゃべりをしてるのは誰？クローディア。いつものおばさんじゃないんですか？いつもの人はちょうどあなた方の足元を走ってるわ。最近だわ。なぜ無人なのに。ゲラをまだか。エネルギー蓄積 70%、 もうすぐです。そうイライラするぜ。隊長、もう我慢できません。先に行きます。な、何？この野郎、この俺が我慢してるってのに。あっちゅー、バカめ、この俺に逆らうか。いいか、他の連中もよく聞け。二度とこんな真似をするんじゃねえぞ。山脈の運河にて異常振動をキャッチしました。爆発反応のようです。爆発だと？直ちにキャッツアイを向かわせてくれ。キャッツアイ207、11時方向、15キロ地点の調査に向かってください。キャッツアイ207、了解。気づかれたか。そっち山中、あと 10% です。くそ。キャッツアイからのデータ分析完了、投影します。これは戦闘ボッドの大部隊ではないか。ええ、少なく見積もっても1000機以上はいると思われます。クローディア、全艦戦闘準備。全艦戦闘配置。繰り返す。全艦戦闘配置。艦長、
防ぎきれるでしょうか。まず無理だな。物量が違いすぎる。上昇移動する。イエスサー。重力制御システムスタンバイ。上昇しません。また故障したのか。いえ、システムは正常に作動しています。待ってください。地中深くに何かあります。それがマクロスの重力制御システムを抑え込んでいるようです。何だと。罠か。エンジン停止。まだか。あ、カムジン隊長、重力機械効果最大です。獲物は罠にかかり食い付けです。よし、野郎ども、攻撃開始だ。戦闘部隊多数、高速接近中。来たか。防衛隊はすでに迎撃態勢に入っています。しかしこのままでは。バネサ君、地中の罠をもう一度移してくれ。わかりました。地下約3キロか。地下3キロに埋まってるんじゃマクロスには攻撃方法がありません。どうしてメインロケットで上昇しないんですか。バカね。メインロケットは3日前の戦闘でやられて使えないのよ。敵戦闘隊、レッドゾーンに侵入します。飛べないんじゃいいかもね。物は飛べないぞ。今のうちに雑魚を片付けろ。突っ込め。どんどんかかってこい。デストロイド、第6、第8、第17戦隊壊滅。他にも損害多数。待て、これなら敵の罠を潰せるかもしれん。どうやって地面の中を。サラキシの反応炉だ。反応炉はサラキシの地下深くにある。もしそれを爆発させれば。待ってください。うまくいきそうです。よし、直ちに作戦開始。サラキシの反応炉は早瀬君に操作してもらおう。イエスサー。爆破。この基地をですか。地中にある敵の重力制御装置を破壊するため反応炉を暴走させてもらいたい。そこには君しかいない。マクロスに乗った7万人のためにやってくれ。無理のようだ。オッカー君を呼んでくれ。待ってください。私がやります。他の人じゃなく私がこの手で。反応剤注入過剰。危険です、危険です。保安システムオールレッド。反応炉は暴走を始めました。爆発臨界まであと15分です。総員退避、総員退避。セットは完了した模様です。デストロイド隊に引き上げ命令を出してくれ。ついでに基地付近に敵をおびき寄せて少しでも損傷を与えるように。イエスサー。なんだ、もう5台か。歯ごたえのない練習だな。この勝負もらった。早瀬注意、脱出してください。ごめんなさい、ダイバー少尉。緊急連絡、アルファ線流出のため防音引きを下ろします。あと8分です。ライバー、私とうとう来たわ。早瀬注意、応答してください。ミサ、ミサ、応答して。ミサ、
救助に誰かを向かわせてくれ。建物に残っている早瀬中央救助に向かう。光る、お前がリードしろ。え、俺が。今回は人命救助が目的だ。その方がお前も気が楽だろう。助ける相手が早瀬中尉ってのは気に入らないですけどね。贅沢言うな。ええ、わかりました。やってみます。爆発臨界まであと5分です。随分腕を上げやがって。あれだな。早瀬注意、これから壁を破ります。下がっていてください。さあ乗って。あなた、ダイマンの部屋になんてことするの。帰ってちょうだい。ふざけないでさ。帰って。爆発臨界まであと1分です。何があったのか知らないけど、こっちだって命がけてきてんだぞ。ほっといてよ。そうはいっかい。あ、いや、離して、離してよ。爆発臨界30秒前、電気離脱。なってきやがったぜ。今度俺が勝つ。の誕生日を迎えた。同じその日、光は少尉に昇進、そしてマックスと柿崎という2人の部下を与えられた。しかし最良の日はカムジンの指揮する機甲師団の襲来によって破られた。マクロスは窮地に陥る。次回、超時空要塞マクロス、ロンゲストバースデイ。もう追いかけはしない、君の走る影の後、人は誰も走り続ける、ゴールはまだ見えない。今日の次に何がある、明日の先に何がある、遥か彼方の光に向けて、僕は今も走り続ける。